広末さんの話がね、まだまだ落ち着いてはないんで、またちょっとその話に戻るんですが、まず皆さんからの、視聴者の方から来た LINE を読みますね。こんばんは、たけるさんの過去の真実はわかりませんが、ライダさんの言われるように若い頃もいろいろ失敗もします。今のたけるさんの評価は落ちないと思います。たけるさんの努力と実力を仲間は見てるはずですし、たけるさんの応援よろしくお願いします。ただ、よく知りもしない人たちが面白がっているのは腹立たしい限りです。2年前守られなかった者たちへの公開時のインタビューの記事を上げてくださる方もいて、これを読んで私の気持ちも収まりました。一部抜粋ですみませんが読んでくださいませ。で、これがたけるくんが言ってる。ずっと忙しく仕事をさせてもらってたおかげで余計なことを考えることも誰かの言葉に右往左往することもなくて、何を言われようが今自分の芝居をどれだけいいものにできるか、それだけを考えようというふうに思えた。そもそも僕は自分のことを率先して話すタイプじゃないんですよ。だからツイッターとかインスタとか多分向いてないんです。友達と話してても聞き役になることが多くて、愚痴を言うとかしょっちゅう近況話すとかそういうことはないかなと、まあ、こういうことを言ってた。で、いつもありがとうございます、まあ、こういう、LINE が来てました。別な方のも読みます。別な方です。ライドさんこんばんは。まだまだ広末さんの波紋が多くて、たけるくんへのとばっちりが続いてますね。いろいろな人たちがいろいろな角度でコメントをしていて、広末さんの不倫は悪くないという人、不倫は絶対ダメだという人、キャンドル・ジュンを評価する人、けなす人などなど大荒れですね。その中でライドさんの見方はあくまでも客観的で、どちらに肩を持つ感じでもないので安心して見れます。それで、あの三浦春馬さんのことで、なぜかたけるくんが批判、抽象されていた時のことをまた思い出しました。あの時心の内抽象を発信する人たち、それに同調する人たちも多くて、とてもいたたまれない気持ちだったんですが、ライドさんがずっと客観的にたけるくんは悪くないって語ってた動画を偶然目にして、ちゃんとこういう風に言ってくれる人もいるんだなって、ものすごい救われた気がしたんですよ。ライドさんの客観的視点や優しさが、ライドさんの動画の魅力だと思います。この広末さんの過去の相手という話題さえも追い風にして、たけるくんにますます活躍してもらいたいです。今は撮影が忙しい時期と思いますが、たけるくんの気持ちにダメージが及んでいかないといいなと思い、次の週間で温かく応援したいと思います。まあそういう意見もあって、まあ、僕はでもたけるくんは特に何の痛手もないなと思ってるんですが、これはこの前のキャンドル・ジュンさんの会見で言ったやつも記事になってて、ひたすら家事をしたり、子供たちの学校行事や子供たちの お母さんなんかと仕事なんかに没頭し、メイクとか香水とか全然つけないんです。でも過激なプレッシャーがかかったり、不条理なことに出くわしたりすると、濃い化粧に派手な格好をして眠ることができず、常に何かを書いていなければ気が収まらず、誰かに連絡したら表現してしまう。で、まあこういうことを言って、過去にも、広末さんの男性問題があったことを明かした。相手方と示談したなど、あまりに赤裸々な会見の内容に驚きです。ジュン氏が言う通り、確かに週刊文春が今回報じた広末さんの写真も、美脚をあらわにしたショートパンツ姿など派手な装いでした。また佐藤健さんのお泊まり報道の時の服装も思い出されますと。前は網タイツ履いてたってやつですね。両方じゃ本当にジュンさんのことが大好きなんですけど、一緒にいる時間が少ないため、親しい友人たちにはよく寂しいと愚痴っていましたよ。最近はこんなに東京に帰ってこないのは被災地に誰かがいるんじゃないかなと思ってもいたようでと。で、淳さんはそういう広末さんのことを思って地方に行くときも極力日帰りをしていた。しかし広末はパパとママが離婚するけどどちらと暮らしたいと、子供たちに質問するような状況にあったと。まあそういう会見だったって話ですけどね。ちょっと僕はちょっと違った見方の話をしようかなと思うんですけど、今回ね、佐藤健くんのことなんですけど、まあ、佐藤健くんの名前が、こう、上がってくるんですよ。過去のね、10年前の話でね。僕、ちょっとここで違った見方をしてて、この前のキャンドル・ジュンさんの会見を見て、あ、広末さんの見方がちょっと変わったというか、あ、メンヘラだったんだなっていうことだったんですよね、すべてはね。見方が変わったというか、メンヘラだったのか、だろうなっていう気持ちと、あ、そういうことかと、腑に落ちたって感じですかね、どちらかというと。だからそうなるとキャンドル・ジュンさん大変だったんだろうなっていう感じがしたんですよね。もしじゃあ僕がキャンドル・ジュンさんのような立場だったら、広末さんみたいな人と結婚してて、まあうちの妻は全然メンヘラではないので、女子でメンヘラの人の知り合いっていうのは僕は結構いたので、今まで
大変だろうな、こういう人と付き合うとっていう気持ちはわかります。ってなった時に、じゃあ僕は、キャンドル・ジュンさんだったと場合、キャンドル・ジュンさんみたいな行動を僕も取ってたろうなって感じはしますね。なんでああいう会見を開いたのか、とかね。多分、ホリエモンタガはわけわかんないこと言ってんすよ。なんか、めめしいとかね。諦めが悪いとかなんかいろいろ言ってるんですけど、違うんですよ、と。これも分かってないな。まあ、その話はまあ、後ほどしますが。まあ、キャンドル・ジュンさんの気持ちもちょっと僕は、まあまあ、見てて分かったなと。だってまあ、一番最初は腑に落ちたと。広末さんってそういう人なんだっていうところがあって、じゃあそこに佐藤健くんなんだけど、よくよく考えてみるとね、佐藤健くんだけ年下ですよねって思ったんですよ。この今までの広末さんの男性遍歴の中で。まあ、伊勢谷さんとかも最初付き合ってたりしますよね。あとまあ、岡澤さんとかね、あの最初の旦那さんとか。その後、キャンドル・ジュンさんとか、あの今回の鳥羽シェフとか。まあ、基本的に、まあ、あとは、なんだっけ、リュック・ベンソンとかね、映画監督のね、まあ、いろんな人がいたけど、基本年上ですよ。まあ、なぜかっていうと、広末さんがメンヘラだから、やっぱり心が崩れると、頼れる人のところに行っちゃうんですよね。自分を肯定してくれる人、頼れる人、自分を温かく包んでくれる人のところに行くわけですよ。そんな中で僕が着目したのが唯一、タケルくんだけめちゃくちゃ年下なわけで、かなりの年下なんですよ、タケルくんだけ。普通だったら年下と遊びたいのかなっていう感じに取れるじゃないですか。違うんですよね。やっぱり心の隙間を埋めてもらいに行く人なんですよ。今回の会見を見て、広末さんのことを、しかも服装もああいう格好でしょ、鳥羽さんの時と似たような、あの、派手な格好をして、派手なメイクをしていく。要はこれを受け入れてほしいっていう形で行く格好ですよ。だから僕はすごいなと思ったのは、佐藤健君を若くしてこのメンヘラなあのトップスターの広瀬さんを受け入れる度量があった男なんだなっていうのがちょっとびっくりしたなっていう感じですかね。メンヘラな女の子ってよくハマるホストなんですよね。そのホストにハマってしまって風俗に行って自分の体を売ってまたホストのところに行く。そこでやっぱり自分の認めてくれる人たちのところに行くっていうことになるんだけど、その繰り返しなんだけど、ホリエモンみたいな感覚の頭の男だったら、なんでホストに行くんで、他にじゃあそのお金払うんだったらそっちの男でいいじゃんとか、風俗で、風俗するような男、同じ男だろうっていうのは言いそうな感じはホリエモンのいい感覚なんですよ。違うんですよ。認めてほしいんですよ。自分を素直に受け止めてくれる度量のある人のところに行きたいんですよ。それが、まあ、キャンドル・ジュンさんが言うところのたまたま今回は鳥羽さんだったんだと僕は思ってますっていうことだし、たまたま佐藤健くんだ、佐藤健くんだったと仮定してね、佐藤健くんだったってことだと思うんですよ。いや、僕はだからあの若さでね、佐藤健くんっていうのは、それをね、受け入れるような器があった子なんだなっていうのがちょっとびっくりしてるというところですかね。だから、ますます佐藤健の凄さっていうのが分かったなっていう。まあまあ、それは佐藤健くんと仮定して、キャンドル・ジュンさんの話では、広末さんはメンヘラだからって手引いてくれたっていうことですよね、時短だったっていうことなんで、まあそこは、それで良かったと思うんだけど、視聴者さんからの LINE じゃないけど、僕は基本的に自分のことを喋んないんですよ。聞き役なんですよ。まあそこに何か、なんかそこにくっついてくるなっていうね。まあそうやって広末さんとか相手方の話を全部聞いてくれるんだなって、まあシュガーなんかそうじゃないですか。それで、この人のところに行くと、ちょっと安心感があるなって思えるような、器を持った男が佐藤健だったんだなってことにちょっとびっくりしたなという話です。